ークシャドウの暴走。かっちゃんを助けに行きたいけど、徳闇君も放っておけない。だから作戦があるんだ。はい、どうも皆さんこんにちは、セブンと申します。さあ、前回からの続きですね。僕のヒーローアカデミーワンズジャスティスやっていきましょう。さあ、どっちで行くかな。まあ、かっちゃんで行きましょう。徳闇君を抑えきれない僕ら。すごいな、徳闇君。暴走する徳闇君を誘導しつつ、かっちゃんと轟君を探していた。はい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 。徳闇君、僕はどっちも助けたい。そのための作戦だ。さあ、いけるか。かっちゃん、轟君。あ、いる。緑谷、庄司、徳闇、暴走してるのか。幕を、光を。うるせえ、俺に指図すんな。柄が悪すぎる。そう、常闇くんはね、あの爆豪の爆発に弱いんだよ。やべやべ、もうなんだよ。もう怖、もうヴィランじゃん。よし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 。よっしゃ、おーら。カードなんかさせないぞ。ヒャン。そう、光に弱いから。ほら、させるか。いってでんでん。はい、どっこいしょー。ひゃん。かわいい声だって。おら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 。よしよしよし、オッケーオッケー。さあ、近づいてこい。で、必殺。ああ、外れる。さあ、必殺で決めたかったのに。まあいいや。よし、爆豪に勝てると思うね、お前。じゃあ、倒れるよ。って、ああ、やばいやばい。あぶね。当たる。あ、ガードした。よしよし、あぶね。いって。あ、いや、ほとんど食らなかった。よしよし。いって、無理か。いや。よっしゃ。待って、ダークシャドウ邪魔だな。ちょっと待って、あとちょっとなのに勝てない。よしよしよし、オッケーオッケー。おらっしゃ。よし、爆豪とトカミクはね、あの本当に相性が悪くて、もう怖えんだよ。トカミクはね、爆豪に勝てないと。ああ、お前チョキはグーに勝てないみたいなね。それぐらい相性が悪い。ああ、もう勝てないね。ああ、残念。てめえと俺の相性が残念だぜ。ほら、そう言ってるよ、彼も。助かった。はいはい、大丈夫か。暴走が止まる。かっちゃん、トドロキ君と合流できた僕らは、光を作れる二人の個性でダークシャドウを鎮静化させることに成功した。さすが。僕は正気に戻った徳闇くんにも、ヴィランの狙いがカッちゃんであることを伝えた。そして、ヴィランの狙いと思われるカッちゃんをみんなで守りつつ、僕らは相沢先生がいる施設へ向けて移動を開始した。さあ、まあ、このメンツがいればね、何も怖くないと。すごい、まあね、学園祭でね、1位、2位、3位とか取ってるやつだからね。え、そうだよね、確か。あんま俺をうろ覚えだけど。ちゃんの前に突如現れたヴィラン、一体どこから。あ、よしよし、どっち使おうかな。お茶子ちゃんで行こうか。つゆちゃん使いたいけどね。じゃ、またなんか多分あれ、機会があればつゆちゃんも使っていこう。つゆちゃんと一緒に行動していた私。はいはいはい。その時突然、
草むらから飛び出てきた人影が私たちをナイフで切りつけてきた。そんなん通り魔じゃん、危ねえって。まさかヴィラン、どうして。本当だよね。ドガです。二人とも大変ね。うららかさんとアシーさん。なんで情報知ってんだ、気持ち悪いな。日が少ないとね、ダメです。ちって、私大好きだよ。だからさすよ、アスイさん。うわ、スユちゃんから離れて。あなたは友達じゃない。恋バナ楽しいね。怖いんだよな、マジで。マジで勝ってるから、あいつなんとかしないとね。おい、超怖いけど。どこ、ちょっと来た。あー痛い。避けちゃダメです。いって、何何それ。ちょっと待って、やばい気がする。おらさあ、さあ、お茶子ちゃんの個性は、敵を浮かせることができる。その手に触れたやつを浮かせたりすることができる。もうちょっと自分も浮けるはずなんだけど、これどうやるか。自分も浮きたいけど。はいよー。いって、ちょっと待って、電話来てる。スーパー間違い電話だった。出て大丈夫だった今。なんか旦那さんの携帯電話ですかって言われた。あ、全然違います。はいはい、あ、リスタートしちゃった。いや、もうふざけんなよ、ほんと。もう間違い、ふざけんな、マジで。くそ、絶対許さん。おら、あ、なんか刺さってる。おら、あ、くそ、もう謎の間違い電話のせいで、もう落ちろ。おっしゃ、うわ、怖えわ。どっかだ、あー、もうやばい。何それ、何をされてるの、それは。スパイダーマンみたいな、そんな技使えた。おらお、だってやっぱ、おらおら、さあ、おら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 、間違い電話の怒り。あ、やけくそだ。おら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 、さあ、どっこいどっこい。あ、まだ倒れない、なかなかやるね。痛い。待って、ナイフ投げてるよそれ。めちゃめちゃ怖い。ナイフ投げるのってマジで犯罪なんで、知らなかったの。義務教育でならなかったのか、畜生。危なっか。ナイフをガードで防げるのもよくわかんないけどね。ゲームでよくありがちだけど、それ防げなかった。痛い。ちょっと待ってくれ。あ、ちょっとやだ。え、倒せねえんだ。あ、ちょ、なんだ、違う、なんか変身されてる。あっしゃ、あー、必殺。よっしゃ、マーシャルアーツで倒していく。あ、そう、物を浮かしすぎると吐くっていう。ヒロイン吐くんだぜ、ヒロインが。素晴らしいな。何なの、あなた。なんだっけ、トガちゃんの個性、変身するやつか。そうだそうだ、忘れてた。なんだっけこいつみたいな。変身してくんだよ。お茶子ちゃん、あなたも素敵。私と同じ匂いがする。いやだだ、そんな言われてくれ。好きな人がいますよね。その人見たくなりたいって思ってますよね。わかるんです、乙女だもん。何言ってんだ、俺。うららかさん、あ、めっちゃビビられてる。緑谷ちゃん、
デク君たちが助けに来てくれたけど、一瞬そっちに意識が行ってしまった私は捕まえた子を逃がしてしまった。やばいな。ユウ君、デク君、めっちゃボロボロ。もしかしてヴィランが他にもたくさんいるってこと？めっちゃ来てるよね。一体どうなってるの？まあ、主に常闇くんとかだよね。やっぱりあれが一番強いヴィランだったなっていう、そのちょっと常闇くんに謝んなきゃいけないね。ごめんな。ああ全然ヴィランではないんだけど。よっしゃー、よっしゃ、ウララガメットパイロットゲッツゲッツ。さて、護衛室施設まで逃げないと。トドロキくん、ショウスくん、トコヤミくん、大丈夫。このメンツならきっと大丈夫でしょう。カッちゃんを護衛して先生の元に向かう僕たち5人は、施設へ向かう途中、ウララカさんとアスイさんを見つけて合流した。はいはいはい。この非常時、誰も油断する人間なんているはずなかった。まあそうね、この状態で油断してるやついたらちょっと連れてきてほしいね、マジで。それなのに突如現れたヴィランにカッちゃんと徳恵美くんを奪われた。なぜ徳恵美くんも不思議だよ、ね、誰なら俺のマジックでもらっちゃったよ。開闢行動隊、目標回収達成だ。短い間だったがこれにて幕引き。ダメだ、幕引きだと。そうしてね、絶対逃がすな。さあ逃がしてたまるか。二人を連れて僕らから遠ざかっていく。何としても絶対二人を取り返さなきゃ。ウララさんとアスイさんの個性で、僕と正直トドロキ君の3人はヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ。すごいよな、だって下手したら死ぬもんそれ。危ないよ。これなら追いつける。なるほど、さあまあ追いつきましょうか。とりあえずね、敵さんに。カッちゃんが奪われた。このまま逃がしなんかしない、絶対させない。カッちゃんを返せ。さあカッちゃんを返してもらいましょう。トガさん、トガさんと戦おう。さあこれはトドロキくんでいこうかな。まあ、これでちょっと今日は終わりにしようかな。うん、さあトガさん、ウララカさんとアスイさんの個性でヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ僕たちはヴィランに追いつくことに成功した。さあ追いつきました。そんな僕たちの目前に現れたのはウララカさんたちを襲っていたヴィランだった。怖い怖い。次の瞬間、そのヴィランが突然襲いかかってきた。はいはい。トラです、イズクくん。さっき思ったんですけど、もっと血出てた方がもっとかっこいいよ、イズクくん。どうしてそんなに性格歪んじゃったんだお前。どういう家庭環境なんだ。さあ痛い、おわっ。ほら燃え尽きろ、燃え尽きろ。ほれよっしゃ、いいね。やっぱトドロキくんが一番強い、マジで。さすが A 組最強の、 A 組最強だと言われてたり。ちょっと待って、やばくない。あ、痛い。あとのかよっしゃ、うわぁ、対空技持ってんかお前。やばいな、トドロキくんに変身されたら やばい気がする。まぁ、えらい喜んでない。丸焼きって喜んでるよね、丸焼きを。ほらほら喜んでる。うわ怖い。あっ、ポンポン、どこしよう。痛い。やばい。なんで血出てる方がかっこいいと思ってんだよ。危ない。よっしゃ、気にしてらんねえな。これどうなっても知らねえぞ。さあ凍って燃え尽きろ。うわかっけえ、こんななんだ。やりすぎた、こんなだっけ。やりすぎたってこんなだっけ。期待に応えるか。いいね。
さすが轟くん、トガさんをぶっ飛ばしていく。エクセレントニューストーリーいいっすね。さあいただきました。 A 戦闘には勝利したものの、二人を連れて去ろうとするヴィランたち。はいはいはい。もうダメかと思った時、茂みから青山くんのレーザーが飛んできて、かっちゃんと徳山くんがヴィランの手元から離れた。さすが青山くん、青山くん映ってねえけど。ことができたけど、かっちゃんは依然ヴィランの手の中だった。こやだな。解除だ、ポンプレス。問題なし。合図から5分経ちました。行きますよ、ダディ。かっちゃん！かっちゃん！ふんな、デク。かっちゃんを奪われたまま、ヴィランは跡形もなく姿を消した。もう余裕で拉致されていく。生徒40名のうち、ヴィランのガスによって意識不明の重体が15名、重軽傷者11名、無傷で済んだのは13名。13名なんで無傷で済んだんだ、すごいな。そして行方不明1名。僕らの楽しみにしていた林間合宿は最悪の結果で幕を閉じた。はい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 。最悪だよ、もうめちゃめちゃ責められるよ学校。バリクソ叩かれるからね、 PTA とかに。カッちゃんが奪われた。さあカッちゃんが奪われて、さあどうなる。次回カッちゃんがさらわれ、僕らも大怪我を負ってしまった。そんな中ある作戦を聞かされた。手が届くなら僕は。さあ次回ね、多分カッちゃんをね救出しようっていう作戦の開始だと思いますね。じゃあさあ、まあ、次回どうなっていくのか、まあ、やっていきましょうか。やっていきましょうかじゃね。また次回の動画で、お会いしましょう。それではね、よかったらチャンネル登録と、高評価ボタンの方お願いします。それではまた次回、バイバイ。